要はこのこれとこれの実は繰り返しなんです。パンデロこれに低音を入れるときにこういう音を中に入れる。でこれはこのチョップは基本低音ここで全体を使ってやってで、その低音がここでも出ればもうなおいい。でこれが基本の動きなんですが、マルコス・スザーノさんという人はこれをこうパッパッっていうのをこう対応するわけです。でこれで例えばサンバのリズムをやるときにこのパッっていう、この時にここはミュートをしてこうでこうチャカってこうこれだでも速いパッセージのできると。でこれを最初にこのタカタカっていうやつ、これを最初に入れて逆でも、で基本は動きはこれなんです。で、まあ、締めにロールが